はい、どうも、シュウテイです。よろしくお願いします。というわけですね、はい、ついにこの話ができる時が来ました。はいはい、実はあの私仕事が終わってから、うん、あの野球のお手伝いに行くようになりまして。お手伝いというのは、あの野球スクールが川越にあの今あるんですよね。はい、宝ベースボールアカデミー、うん、そこのお手伝いで、あの火曜から金曜まで、あの仕事が終わってから小中学生がまあ塾、野球塾っていうことで来るんですけど、まあ練習法とかそういうのは僕は学びたいなっていうのがあって、まあもちろん翔平 TV として僕は行ってるつもりなんで、今翔平 TV シャツで参加してるんで、非常になんだろうな、行ってみたら知ってる子が多い。ほうほうほう、まあやっぱ川越って土地柄もあるんだろうね。そうだし、ちょうど中心だし、あと取材したことある子もいるし、うん、あのまた別のボーイズシニアとかの子らも、いたし、はい、その小学生の部でも俺と会ったことないけど知ってるとかもあったし、むしろ子供っていうよりかはお父さん方のがなんか知ってて、あ、まあちょっと上の世代ぐらいかな。そうだね、中学の先輩もお父さんとして来てたし、すごいなんか狭く感じました。世間狭と思って、で本当になんか、まあ、僕はまあ僕も良平も、まあ、野球の技術がそんなないじゃないですか、はい、知識というかこうやったら上手くなるよっていうないじゃないですか、うん、単純になんかヒップファーストをするにはこうした方がいいよっていう、その表面的なそういう風に言ってそれができれば問題ないけど、言ってもできないこといるじゃないですか。そうですね。でそれをまあそのスクール行って学んだのは、例えばさインステップになっちゃいます、うん、なるじゃん。インステップってことはさ、体が右投げだったらあの右バッターの方にこう踏み込んじゃう、踏み込み足がこうちょっと内側にね、うん、行った状態で投げるっていう、はい、なっちゃう。それってどうしても自分の中で意識でまっすぐまっすぐやろうと思ってもならないのが現実なんですよね。逆に言うと自分も体開くじゃないですか。逆にそう、それもまっすぐのつもりでやってるけど開いてるからっていうことですよね。そう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 、分かってるんだけどっていう、そう分かってるけどできない。でもそれを小中学生に言ってもできるわけないですよね。そうですね、正直、うん、言っても意味がわからないっていうのがあるんですけど、川越のそのスクールの教え的にはもうトレーニングでそういう自然とそうなるようなトレーニング法をやろうというやつ。例えば、まあ、立った時、立ってからこう投げる時にあの軸足の膝がさこう前に行くことでさインステップになっちゃうじゃん勝手に。はい、わかる意味、うん、ならないようにまっすぐ踏み出せるような、例えばこの片足ジャンプで、はい、キープとか、そういうなんかボックスに立ってそこから降りるときに片足で着地してキープとかさ、これでぶれないような方法みたいな、うんうんうん、そういうのをやって意識づけをしていこうっていうので、それができたら自然となんかインステップにならないでまっすぐ踏み込めるようになったっていう、うんうん、そういう改善法もあるようで、はい、そもそもの、まあ、僕らの教えがちょっとこう甘かったなっていうのを実感したんですよね。はい、バッティングに関してもさ、そのスクールの教えはもう基本的にフライを上げろと、上から叩きは一切ないです。基本バットはこうじゃないよねって、基本こうだよって、うん、こういう風に打つよっていう教えをしてるんで、みんなこっからこうやって、それも俺の中では俺は基本的になんかこうまっすぐまっすぐのイメージだったけど、結局あの俺のスイングを見てもらったらやっぱ俺はギータ系だったらしいよね。あ、一応こう行くと最後はこうなっていくから、うん、あのダメじゃない、こういう上から叩きじゃなかった、あ、叩くけど最後は上向いてたからこういう感じイメージ V の字ね。そうだ、こういう感じじゃなかったっていうので、まあ悪くないフォームだと言われましたけど、うん、教えの部分で、まあ、その指導法がやっぱアメリカ式の方法なんで、はい、アジリティトレーニングとか、うんうん、ちょっとこう難しい体の動きっていうんですか、はい、こう脳の伝達で実際に体現するみたいな、そういうなんか方法を、まあ小中学生の時からこの動きをなんかこう動かせるようにしようみたいな感じなんで、うん、すごい学べるなって思って、ね、まあ言っちゃえば英才教育ですよね。そうですね、あのベアーズ行った時さ、はい、ラダーやつじゃん、ラダー、はいはいはい、ラダーでこう足のこうやってやつじゃん、うん、あれもできない子いたじゃん、うん、あれなんですよ、あれあれをもう小中学生の時からやって複雑な動きをやっていこうみたいな、はい、そしたら自然とその野球のプレーに対しての動きもその
そのまあラダーだからまあ別ですけど同じような感じじゃん。やったことない動きをまあそうっすね、やろうって体現する、頭の中でイメージしたやつを実際に体に形でそう、はい、やるっていう、いろんなチームを見てきてそういう教えしてきてる、あんま俺知らないなと思って、まあ俺が知らないだけかもしれないよ、わかんないけど、すごい勉強になるなと思って、まあそれをいつか動画にもしていいですかって聞いたら、もう全然いいよ、むしろどんどん上げてほしいんだよ。遠いとこから来てる方もいるんですよ。もちろん近所もいるし、ちょっと離れたとこもいるし、県外からもいるし、へえ、本当に上手くなりたくて来てます。これは上手くなるなって俺は思ったし、その俺らの時代にあったらなんか生かしてもらうよう本当に言ってたなっていうのはありましたし、昔ってないじゃん、そうですね、室内練習場はねえじゃん、ね、そもそもそれが実現しなかった、うん、しかも元プロの人からね、そんな教わるなんて無理じゃないですか、そうですね、って考えたら本当になんかいい時代だなって思ったし、もうなんかもう無限大じゃん、小中学生の時からそれこれを教えてもらえるってことは可能性グッと上がるじゃないですか、うん、これはすごく俺いいなと思って、はい、で今回はねちょっと良平にちょっと普段やってるアジリティの方法とか、はい、その脳の伝達なんちゃらかんちゃらをちょっと良平さんにやってもらおうかなと思って、はい、ちょっと軽くちょっと芝の方行ってやっていきたいなと思いますんで、はい、はい、やっていきましょう、おい、ゴー、はい、ではやってまいりました。まずはね、あのスパイダーウォークっていうのがあるの、はい、知ってる？雲歩き、クロスしながら、そう、こうやって、っていう、はいはい、で、これをやって、なんか、それは頭で考えてやるの難しそうだな、むずいんっていうのがあります。普通にこれで、スキップしながら肩回すんですけど、この肘の部分を大きく描く、丸を描くように、うんうん、イコール肩甲骨もしっかりと動かす、 OK、 はい、っていう風にできない子結構いるのよ。いや、それも結構難しそうだな。 この辺でこうやって丸くもいる、うんうん、下でじゃなくてこっから大きくで、後ろも一緒、後ろむずいよ、バックしながら、はい、まあそのいつもやってる中で一部だけね、はい、やってるんですけど、あとは右手は前で回す、はいはい、左手は後ろ、これで走るのよ。ふー、あ、絶対無理、これ行くよ、こう、こう、はい、後ろも、後ろ、今度はこっちが後ろ、こっちが前、行きます、こう、これむずいと思うよ。いや、マジでむずいと思う。それがいわゆるこの頭で考えて、うん、体で体現するってこと、ね、そう、であとは遠くに飛んでキープ、ほら、っていうのをまあ 10m くらいやるんですけど、うん、これのバックもやるんですよ。へえ。バックの場合はさっきはこうして前行きました、はい、こう逆、これむずいよ。こっからこう、うんうんうん、っていう風にやるんですよ、はい、これが俺の中ではケツに結構くんのね。まあトレーニングにもなるしね。そう、今ちょっとやったけどもうなんかヘロヘロあとはね、まあ笛のタイミングで止まって走る、ピッて言ったら止まる、ピッて言ったら進むみたいなのもやりますね、はいはい、その中で両辺にちょっとやってもらいたいのがさっきの走りながら、これそう逆で回して、でバックの時はそれを逆にすると、そう、あとはジャンプの前とキープ後ろ、はい、やってもらおうかなと思います。はい、はい、自信ある、マジで多分俺立ってるだけでこれも厳しいから要はやって、それを小中学生やってっからね、うん、いいっすよ、できてるできてる、できてる、できてる、できてるけど、うん、肘が曲がってきゃダメだね、まっすぐまっすぐ、こんな感じ、いい感じいい感じ、そう、今度こっちが後ろで、そう、こっちが前、そうなんか
かブサイクリズムリズムリズム、あ、オッケー、いい感じいい感じいい感じ、そう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 、あ、むずい、これこれむずくない、やばいやばいやばい、ちょっとこうぎこちない感じじゃん、考えてやんなきゃいけないから、そう、今スムーズに最後の方少しはなったと思うんだけど、そこに持ってくまでが大変、うん、いやむずいなこれでしょ、頭の体操にもなる、そう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 、でアップにもなるね、なるなるなる、キャッチボール前にやってんだ、いつも今草野球人って暑いからアップ短いじゃないですか、そうだったら考えながらその熱での集中力っていうのも多分切れてくると思うところを一気に引き締められるし、そうっすね、で体も動かせるし、そうだよ、じゃあ次ジャンプでいこう、ジャンプキープ、普通に立ち幅跳び、うん、キータキープね、はい、もう構えて構えて、あ、こういうこと、よしよし、普通にこう、あ、こういうこと、姿勢低く、姿勢低く、そう、はい、もっと、せーの、せーの、おいよいよ、せーの、オッケー、次バックね、きついでしょ、きついでしょ、違う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 ですよ、今の前に進む時のあれじゃん、こうか、そう、むずくない、やったら着地したらちゃんとこう、このフォームで、うん、おぉ、むずくない、だからこういけばいいんだよね、そう、前だとこうだから、んこうだもんね、そうだから、こう、そんなにいらないよ、もう初めから前にして、手前にしてて、せーの、いや、手はまあそこから前にする、前、押そう、肘曲げろ、肘曲げろ、あ、曲げるね、構えますよ、はい、こういうこと？そう、全然進んないよ、全然進んないよ、もっともっともっと、はい、っていうか、どう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 、むずくない？ケツに来るでしょ、きついし、ケツにも足にも来るでしょ、これは全然楽だよ、もちろんもちろんね、これはね、その反対、今のフォームでやるんだ、ちゃんとでしょ、さあ、終わったらこう、肘曲げてさ、前にするじゃん、うん、後ろの時やってなかったよ、いや、できないんだよ、もう一回もう一回、高足、目線、あ、目線高、せーの、そう、あ、そう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 、ゆっくり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 バレた1,2 でこのもん、そう、 OK、 はい、どう、いや、きつくない、座っていい、これ小中学生みんなやってるから、やばい、そうなんだよ、だからこの俺らの年でこんなきついのに小中学生でもやってるってことは、はいはいはい、それはレベル上がるよねって、うん、体力的にも体感的にもさ、いや、体動かせるわ、でしょ、いかんせん、そうそうそう、まあもっといろいろあるんですよ、いろいろこう台に登って、うん、まあ降りるときにふわっと降りる、ふわっと降りつつ片足でキープっていう、こんな感じ、そう、それを台の上から降りるときに、そう、というかまあ他にもいろいろあるんですよ、体幹はめっちゃ鍛えられると思う、でしょ、頭と体幹が、でもあとなんか例えばこうラダーがあるとしましょう、ラダー、はい、中中外、中中外って、こうやってやってんじゃん、こうやって、うん、こうやって、それもさ、多分アップの時に1,2,3です、2,2,3 3,2,3って見てないって、やってるやってる、あれも同じだし、俺が一番衝撃的なのはラダーがあったとしましょう、ラダーありました、わかる、これ意味わかる、すっげー複雑なのがあったの、ただ普通にこの真ん中にこうラダーがあります、はい、ラダーに足をまず左足乗せました、はい、そしたらこっちの足は横にヒュッ飛ぶ、飛びます、ほんなら今度真ん中に戻るんですよ、はい、戻る、はい、そしたら右足は一歩ラダーの一個前に行く、一個前に行ってもう一回ヒュッ、こっちに逆に行くのね、さっきと、そう、それと同じように、はい、右足戻して左足前へ、ほいほいほいっていうのをよーいドーンってやるからみんなわけわかんなくなるの、うん、けどそれができたらこの頭の中で考えてさ、はい、できるわけじゃん、うん、ヒュッ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 と、これがすごい頭にもこう体感的にも強くなる、うんうん、あ、めちゃめちゃ勉強になるなと思って、まあ僕らにはなかったっすよね今まで、そう
だから草野球とかでも、まあ、アップしないけど、みんなしないけど、それはさ、知らないから、うん、知ってる人はやっぱ、知ってるチームはちょっとラダー持ってて、はい、やろうっつってやってるけど、その重要性が分かってる人はそんなに、多分みんなやってっからやってる人も中にはいるし、うん、意識持ってる人もいるし、まあ、そもそもやんないチームが多いし、まあ、その中で、まあ、僕はそういうのを学んでるので、まあ、いろんなところでこういう方法とか伝えられるんじゃないかなと思いまして、はい、それこそ EBC 持って帰るんですよね。あ、そうそう、もちろんもちろん、ちょっとそういう提案をしてやっていこうかなと思いました。はいはい、まあ、こういうスクールでやってるので、まあ、小中学生とか、まあ、本当に学びたいなと思ったりね、レベルアップしていい高校に行って甲子園に行きたい、プロになりたい、翔平TVみたいに大きな体になりたいと思った人は、よければ、一緒にね、頑張りましょう。最後どうした？翔平TVみたいに大きな体になりたい。大きな体。それはトレーニングもあるけど、食うもあるからね。まあもちろん食うのもやっぱセンスですよ、センス、うん。そんな感じでね、夏休みの今動画を連チャン何本出したかちょっと分かんないけど、夏休みはちょっと多めに出そうと思ってるので、まあ頑張って投稿してますので、夏休み欠かさず、よければ翔平TV を見てください。終わります。チャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。